どうも、ジャンデアです。キムヤンでございます。ということで、やってまいりましたチャレンジダンジョンレベル10初見プレイのお時間でございます。今回なんですけども、はい、ブブソネでいこうかなと思ってますいや、耐久にちょっと重きを置いた、はい、パーティーと。そうですね、最近先生とかも出なくなってきてる。あー、なるほど。回復力だけじゃちょっと追いつかんと。なるほどね。僕はね、完全火力パーティーで光矢ヌで、おー、なるほど。光矢ヌビスパーティーでね。でも完全火力だったら闇矢ヌの方がいいんじゃないですか。闇矢ヌはちょっとパズルで限界があります。なるほど。パズル限界があるんで、ちょっと間取ってね、光矢ヌで、はい、光矢ヌの10コンボでも100倍出るんで。そうですね、あの光矢ヌ、光矢ヌ100倍出るんで。はい、ということで本日もですね、皆さん大好き、今日はキムですね。はい、しかない数学とじゃないです。ですね、あの、はい、掃除系なんですけど。そうですね、合同まであります。合同合同まであって、はい、今日はキムとね、またやっていきたいですけども、今日はあの、はい、あと2問でなんと2022年終わります。あと2問です。おそらくあと2問見返すとですね、はい、いろいろあったんですよ今まで。懐かしい。これから始まったんですよ。始まりましたね。これから始まって全部コート置いていってですね、これとかは、はいはい、あの時やりました。アリマンスアリマンスでやりましたね。もうこれの2と5だけです。あとということで、今日は2をやっていこうかなと。行きましょう思います。はい、ということで本日の問題ちょっと見てみましょう。はい、 XY 平面上の原点に点 P がある。点 P の移動回数の時刻を0とし、点 P は1秒おきに点 P が現在点の X 座標または Y 座標のどちらか片方のみにプラス1あるいはマイナス1を足した点4つのどれかに確率4分の1で移動する。まあいいでしょう。はい、まあまずカッコ1ですか。ですね。カッコ1ができて、はい、カッコ2、これ悪問説ないですか。これいや分からんけど、はいはい、1096から1097であることを用いるってどんな不等式評価ですか。そう、結構ギリギリですもんね。結構ギリギリっていうか、ほんまにちゃんとやらんといかない可能性があるってことですもんね。はい、でまあ3は多分2を使って挟み撃ちにするんでしょう。でしょうね。知らないですけど、はい、はい、まあ、そういうことするんでしょう。だからまあカッコ2が一番きついんじゃないですか。そうですね。まあ、だから1ができれば3はできるんじゃないですか。そうですね。2の事実を使って、はいはい、2を使うってことは分かってますかね。ちょっとヒントになってますもんね。さすがに2を使うでしょこれ。はい、うん、使わないとおかしいで、おかしいでね、うんうん、はい、じゃあ、まあ、まずは1番 PN をシグマ記号を用いない形で表せ。これやってみましょう。はい、はい、600族できるだけ答えろ。海流ピコン。ネメルゴンピコン。ラブリアスピコン。メタグロスピコン。ちなみに全部暗記してません僕もう1匹は少なくとも絶対知ってる。600族ヤモノクスとかどうですか。入ってない気するけどな。いや、もう1匹は…あ、ボーマンダ。あ、それ入ってる、それ入ってる、それ入ってる。もう1匹俺が覚えてるのはバンギラスです。あー、バンギラス。でもあの、最近のやつ分からへん。そうですね。コナン君見た。見てないっす。見た方がええで。黒羽のサブマリンですか。遅っ1年前の人がいる。それはもういつでも見れるよ、多分ネットで。とりあえずカッコ1はできた。何？とりあえずカッコ1はできました。うまいてーん。前科式とかでやろうとしたら無理やったんで、別に、ね、別のやり方でやりました。予想こうなるんじゃないかってのあるんですけど。そんなある？うそない？これ予想すんの。予想こうなるんじゃないかはあったんですけど、うん、昨日ここで行こうとしたら、あ、無理ってなりました。イニタモーター。イニタモーター入りました。イニタモーターか。もう直接全事象を求めに行った。僕も全事象を求めました。PN を満たす場合の数、まあ、要は分子、まあ、分母はすぐ分かるやん。求めに行きました。私も求めに行きました。ここからシグマが一向になくなりません。え、あのコンビネーションのシグマみたいなの出てきた。いや、出てきてほしいんですけど、うん、出てこなくて困ってます。マジで。なんか俺はコンビネーションのシグマが出てきて、二項定理でシグマを消せばいけたっていう、はい、そうなんですよね。そうなってほしいんですよ。よし、カッコ1できたぞ。できた。できました。よし、一回ここで、はい、あれしますか。時間を取らせました。全然大丈夫です。じゃあ、はい、結構まあ僕は正統派でやったつもりで、はい、時刻 2N で点 P が原点にいるってことを考えたときに、はいはいはい、前科式でちょっと考えようとしたら、はい、これ無理やと、はいはい、要は AN たす1を考えるときに 1-AN だけじゃ考えれないんですよ。このダイヤの中にいないといけないんで、はいはい、そもそも原点に帰ってこれないんで、たった2回で、はい、だから P が X 軸の正と負の方向に同じ回数移動、はい、かつ Y 軸の正と負の方向に同回数移動したときに原点に戻るじゃないですか、はい、まあ、要は X に5行って5を変える、うん、Y に8行って8変えるみたいな感じで、同回数正と負に X 軸 Y 軸に移動しないとダメだよねと、うんうん、じゃあ例えば点 P が X 軸の正の方向に動いた回数を P 回としますと、うん、まあ負の方向にも P 回動く都合上、うん、0から N までしか P は動けませんと、うん、で残り 2N-2P 回のうち、うん、
半分の n-p 回は y 軸方向に1動いて、うん、残り n-p 回は y 軸の負の方向に動くというふうに捉えられると、うん、だその2n 回の構成は p 回 p 回、うん、n-p 回 n-p 回っていうふうに推移すれば、うん、まあ原点に戻ってきたというふうに捉えられるということで、まあここはちょっと丁寧めに書いたんですけど、うん、2n 回のうち p 回が x 軸の正、うん、で残りの 2n-p 回からさらに p 回選ぶと、うん、でまた残った 2n-p 回から n-p 回を選ぶと、まあこれ書かなくてもいいねんけど、残りの n-p 回から n-p 回を選ぶというやつを書いていくとですね、まあ、こんな感じになりまして、はい、これあのコンビネーションの定義から、はい、でここいろいろ消えたりしてですね、残るのこれだけになるんですよ、はい、でこれをちょっとこのままだと分かりづらいんで、はい、こう書いていくとですね、これが 2nCn かな、はい、になって、ここが nCp になって、これも nCp になるんで、はい、これ求める場合の数はこれを p が0から n まで足し合わせたものになりますと、うん、だつまり 2nCn と nCp を2乗したものを、はい、まあ、シグマ0から n までで足し合わせたものになって、まあこれ p 関係ないんで外出して、まあ、要はここ計算できればいいよね、多分シグマの記号を用いない式っていうのは、はい、これを外せっていう風に捉えましたと。じゃあこれどうやって計算するんやろうなと思って、まあいろいろまあいろいろ試行錯誤したんですけど、はい、二項定理でやるのがまあいいんじゃないかと、はい、いうふうに思いまして、これちょっと昔やったことあったんですよ、うんうん、これやったことあって1たす x の n 乗という二項定理を用意しますと、うん、1たす x の n 乗っていうのはこのような形ですよね、うんうん、でこれを1たす x の n 乗かける1たす x の n 乗、つまり2回掛け算します、うん、2乗しますと。じゃあまあうこれになるんだけど、うん、あの左辺はまあいろんな項が出てくると思うんだけど、この時にこの x の n 乗の係数に注目しますと、はいはいはい、x の n 乗の係数ってどうなるかって言ったら n 乗なんで、これを足して n 乗にすればいいんですよ。だから定数項かけるこれ、うん、とか x が1個入ったやつと x が n-1 個入ったやつみたいなやつの掛け算の足し合わせになっていきます、うん、じゃあ xn 乗の係数は最初と最後2個目とその1個前みたいな感じにどんどんなっていくんで、 nc0ncn が1個目なんですよね、うん、足す nc1ncn-1 みたいになっていくんで、うん、これってコンビネーションの定義からこれ同じ値になるんですよね、はいはい、だからこれ結局 nc0 を2回かけてることになるんで、これは結局 nc0 の2乗、はい、nc1 の2乗みたいなやつを ncn の2乗になってると、はい、でこの右辺は1たす x の 2n 乗なんだけど、これって1たす x の 2n 乗の一般項が 2ncr、うん、x の 2n-r 乗なんで、うん、結局 r が n の時に x の n 乗の係数が出てきますと、うん、それが 2ncn なんで、左辺と右辺全く同じ式、左辺を計算したら x の n 乗の係数がこれ、うん、右辺だと 2ncn になったということは高等式なんで、これ結局係数比較ができますと、うん、つまり 2ncn になるということで、 pn は、全事象が4分の1のを 2n 回やるんで、はいはい、4の 2n 乗分のになって 2ncn× シグマのなんちゃら、そこのシグマの部分が 2ncn なんで、 2ncn が2回出てくるんで、うんうん、まあ4の n 乗分の2ncn 全体の2乗と書くのがまあ一番綺麗なんじゃないかというやり方でございます。はい、ありがとうございます、はい、で僕も途中まで田賀さんと全く同じ考えで、ところがですね、はい、ここがもうすっかり忘れてました、頭から。あ、これこれこの変形あれどうやってやるんだっけ、できんぞってなったんですよね。そうですね、これなんかいろいろやり方あるらしいですけど、はい、ただこの結論だけ覚えてたんですね。あ、 2NCN 知ってた、はい、あ、なるほど、結論だけ覚えてて、はい、でどうしようかと思った時にこうしました、まあ、あー、だから問題作ったんや。 2N 個の箱箱あって、はいはい、まあ要するにこの問題って上を i 個入れて、はい、右を n 控え個、下を i 個入れて、上に i 個入れて、ああ、そうそう、さっきのこれと一緒やね、はいはい、っていう話じゃないですか、はいはいはい、これを 2N 個の中から n 個選ぶっていうのを2回やります。はいはいはい、でどうなるかっていうと、で1回目と2回目で両方選んだやつ、はい、これどうなるかって言ったら、全く被んなかったら0、全部被ったら n ですよね。はい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 、でまあだから i っていう風に置きます。はいはいはい、でそうすると1回目で選んで2回目で選ばないのは全部で n 個選んでるんで、はい、n-i 個になります、ね。はい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 、ここも同じで全部で n 個選んで n-i になります、ね。はいはい、でここ i になります、ね。はいはい、ってことは被ったやつに上を入れる、はい、で1回目で選んで2回目で選ばなかったやつには右を入れる、はいはい、でここに左を入れる、はいはい、下を入れるってやったら、はい、全部うまく入るんですよ。なるほどなるほど。ってことは 2N 個の中で2回行うんで、はい、2NCN の2乗。なるほど。だから NC0 の2乗とか、はいはい、NC1 の2乗の足し算っていうものを問題に置き換えてやったということですね、はい、なるほどなるほど。で PN が4の 2N 乗分の 2NCN の2乗と、はい、まあ、答えは多分一緒なんで、はい、多分いいんじゃないでしょうかね、はい、だから、まあ、ここですよね。でも僕もちょっと二項定理でどうやるんやろうと思って、はい、これ掛け算普通にしても死ぬほど効果出てくるんで、そうなんですよね、もう1個しか注目しちゃダメなんですよ、はいはい、
っていう感じのことから考えるとですね、結構大変かなと思いますけども、うん、まあ、できたということですか。はいはい、じゃあ次の問題いきましょう。はい、はい、ではカッコに参ります。カッコにはもうでも結構考えたんだけど、もう実は1時間ぐらいやったんやけど、はい、E の7乗、はい、必要ですね。それはたどり着きました。だる結構だるいっす。パリロリラー、パリロリラー、うんぽ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 、でてーでてーでてー、くそったまるやん、マジでこの会話。パリロリラーン、パリロリラーン、うんぽ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 。できました？できました。ちょっと一回そっち見てみますか。ちょっと僕まだ終わってないんですけど、ちょっと一回まず下側からいきます。はい、これっていうのはこう書き換えられるんで、はい、あのいつもの分球積、ね、はい、みたいなやつですか。で比較するやつでやります。 n 分の1ログ nn 乗 n n 階乗っていうのが、うん、変形すると要はログの中の掛け算は足し算に分離することができるのでということですね。はいはい、はいはい、なるほどなるほど。で、まあ、いつもの やっていくんですけど、はいはい、1が前進数になってるんで、はい、あの n 分の n マイナス2までしかいけなかったんですね。はいはい、なるほど。なんで、まあ、一番最後のやつだけ取り出して、はい、こっちだけ比較します。なるほど。でこっち置いといて、まあ、計算してるんですけど、はい、でこれが0から n 分の n マイナス1までのログ1マイナス x の方が、はい、小さいですよね。はいはい、ここは面積負の部分を計算してるので。なるほどなるほど。面積大きい方が小さいです。なるほど。で計算していくと、n 分の1マイナス1っていうのが出てきて、マイナス1の方が小さいですと。マイナス1の方が小さい。なるほどなるほど、はい、はいはいはい、っていう風になりました。はいはいはい。で今度上の方ですね。ここは上の方ですね、はい、でこれを変形して、はい、ログの中身だけ比べます。はい、で、E 移行してこの N 分の N 移行して N 乗します。はい、と、まあ、これを示せばいいですよと。なるほど。でそれは変形した形ですよね。はい、はいはいはい。で、まあ、これを AN と置いて、はいはい、N 分の N プラス1を計算していくと、はい、これ1より小さいということが分かります。これなんで1より小さいんですか。1より小さいものをたくさんかけてて、あ、そうか、これあれか、極限取ったらあれだけど、極限取ったら確かに E 分の1だけど、そうか、7以上の時はなんかいけないのか。そうね、7の時にどうなるか、7の時どうなるか。そうね、それを忘れてました。はいはい、確かに。でまあ、それをやるとはいはい、小さいってことが分かって、はいはい、7のと計算するとわけ分からへんのが87万うんたらかんたと78万分で1になると。そうなり1になって、はい、A7 が1より小さいということは、はいはい、全部 AN 足す AN は1より小さい。はい、こう確かにこれ忘れてました。これやらなきゃいけない。じゃあ下の方は、はい、区分球積を使ったというか、はい、方向性でいったと。なるほど。まあここにやってるようなことをやったんですよね多分。はい、僕もそっち側はできてたんですけど、もう片方がねうまくいかなかったんですよ。でもう片方の方はできたんよ俺。はいはい。もう片方の方はこの単調増加ってことが分かればできる、はいはい、単調減少かな。はい、ちょっといろいろあったんで、はい、もう一回説明しておきますか、はい、この問題について。まずこれを示せばいいんですけど、はいはい、まあ、左の部分と、まあ、右の部分で、まあ、ちょっと考え方を変えましたと我々は、はいはい、で左の部分この要はこいつやね、はい、こいつは、まあ、普通にこの元のマイナス1小なりイコール n 分の1 n 分の1が本当はこっちにあんねんけど、はい、まあ、それを計算したやつを区分球積的に捉える方が、まあ、こっちはいいんじゃないかっていう話になりました、はいはい、この n 階乗割る n の n 乗っていうログの形っていうのは、うん、これって n を n 個に分けて、うん、n の階乗を n かける n 引く1かけるとこれ1個ずつ分けたと考えますと、うん、じゃあ足し算の形に直せるんですよねこれ、うん、で足し算の形に直すとこれ最終的にはシグマでこういう風に書くことができますと、はい、でこの形っていうのはこの形でよけるこれが、まあ、y イコールログこれで言う y イコールログ1引く x っていう関数ですよねこれが。でそれの不等式を立てますと。で要はここからここまでは区分球積法で極限で計算できますと。要するにここの面積を計算できますと、はい、n 分の n-1 までは、はい、で本当はここまで全部足したいんだけどここは足しきれないんでここの長方形の足し算として不等式を組みますと、はい、要するにこの長方形のこれ長方形なんですけど長方形と区分球積だけではこれ全部に満たないんですよ、はい、ということを考えるとこれを計算すると n 分の 1-1 になってこれはマイナス1より大きいということが分かるので左の不等式が満たされると、はいはい、で右の不等式を計算するときは、まあ、これ僕はこっちは僕もできたんですけど、はい、こっちはこの不等式を示せばいいという形になって、うん、まあ、これが分かりやすいですかね。これの両辺 n で割ったものを示せばいいというふうになったときにここを an としますと、うんうん、ここを an としたときに an 分の n 足す1っていうのを計算していくと、まあ、この形になって、はい、
こいつ自体は単調増加なんですよ、はい、この n 分n たす1分の n の n たす1乗、ここ単調増加なんですよ、はい、ということはこれ最終的に e 分の1に収束するんですけど、はい、e の定義から、はい、e 分の1よりも小さいものがどん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  e 分の1に近づくってことは、それに e かけたら1より小さいよねってことが分かりますと、ということは an たす1と an の割り算は an の方たす1の方がちっちゃいということが分かります、はい、ということで不等式が証明できたと、はい、いうことですね、はい、ではカッコさんやってみましょう。 en の n 分の1乗と、これさすがに使うのはやばいよね。ですね。 n 分のログ n が0に収束することは断らずに使ってもいいですかね。 n 分のログ n はまあそう、まあいいんじゃないですか。リミット n 無限大の pl の n 分の1乗、はい、これはログ全体が0になるので1に収束するということですか。はい、なるほど。じゃあいいでしょう。はい、解説します。はい、最後の問題、ちょっと時間がかかってしまいましたが、これですね。でこれ pn の n 分の1乗を計算するときには pn は1番の求めた pn なんですけど、これは n 分の1ログ pn、まあ、要するにこれこのままじゃ計算できないんで、ログを取って n 分の1乗を前に出すみたいな形を計算しますと。でこれを計算していくとですね、まあここまでいくんですよ。まず一旦階乗とかそういうのをねばらして n 分の2括弧ログ 2n 階乗引く2ログ n 階乗引くログ4の n 乗みたいになっててですね、まあ、そこからですね2番で使ったこの n 分の1ログ nn 乗分の n 階乗の形には近づけていきますと。そうするために n 分の2があってログ 2n 階乗があってですね、そこに2倍のログ n の n 乗みたいなのがまあ引いて足すみたいな、まあ、ことをやってですね、この形を無理やり作りに行きますと。するとですね、最終的にはですね、この形が出てくるんですよ。このログの 2n の 2n 乗の 2n 分の 2n の階乗引く2ログの nn 乗分の n 階乗。こっちはまあそのままでいいんですけど、こっちは n のところが 2n になってるんで、ここ n 分の1じゃなくて 2n 分の1でやらないといけないというところを僕は間違えてました。そこに気づかずにずっと変な感じになってたと。するとですね、2n 分の1かけるログなんちゃらかんちゃらはマイナス1に収束することが、まあ分かってますと。まあこれ、いいでしょ？ n 分のログ n が n 無限大で0に収束する。つまりマイナス1で、挟まれてるというふうに感じでいいでしょうということで、まあマイナス1に収束する。で、ここもマイナス1に収束するんで、最終的にはこれ、4かけるマイナス1引く4かけるマイナス1で0になるということで、0に収束することが分かったので、n 無限大で n 分の1ログ pn は、0に収束する。つまり、ログを最初取ったんでログを外すと真数部分は1に収束するということが分かったということでよろしいでしょうか。はい、ということで何分やったんでしょうね。これ超えましたね。これ4時間近くやってる可能性があります。はい、ようやく全てが終わったんですが、はい、解説見てみますか、はい、1番はここまではいいじゃないですか、うん、2NCN の NCP の2乗ってところまではよくて、これを求める際に僕がやった二項定理じゃなくて、なんかまあキムがやった問題を作ってますね。点 0n から y イコール x 乗の公始点を1点だけ経由して n0 に到達する組み合わせの総数で、0n から n0 に到達するまでの組み合わせはよくある経路の問題を使えば 2n 個あって、その中から n 個を選ぶという感じで計算できるね。 2ncn と等式、まあだからいろんなやり方あるんじゃないですか、これに関しては、うん、でしょうね。これに関してはいろんなやり方があって、4の n これいいでしょうと、うんうん、で括弧にこの不等式っていうのを計算するときは右の不等式をまず証明すると。そのために両辺に e の n 乗をかけた1小なりイコール n の n 乗分の n 階乗 e の n 乗を示せばいい、うん、まあ、やりましたね。やったやったやった、うん、でこれが単調増加になってみたいな、まあ一緒ですね、うん、あこれキムが出てきたやつじゃないですか。合ってるか分かんないけど、合ってるか分かんないですね。これ7の7乗分の 720e7 乗みたいなやつを計算すると、まあ、こうなるらしいです。あの全然計算が合ってないですけど、まあ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 、まあ、計算は細かいところありますが、あ増加、あだから単調増加単調減少の証明もしてます。ここで関数を使って証明もしてます。で、まあ、カッコさんは僕らがやったやり方でほぼ同じとですね、はい、いいでしょうという形ですかね。以下の極限値については以下のように考えることができるのではないかと考える人もいるかもしれない。最初僕それで考えましたよ。そしたら、うん、できんくてふざけんなって思いましたでしかも、うん、余分な項 n 分の1なんで結局飛ばしたら0に行くんですよ。そうだからこれ公理積分になってしまうよね、はいはい、ってことなんですよ。さっきキムが言ってたやつよね、うん、結局、はいはい、うん、要するにその定義できない点もやってしまうということになってしまうと、はいはい、ということで、なんとおよそ4時間、はい、これと議論をし尽くした結果今4時間経ったんですけど、はい、この問題キムマスラン、はい、果たして星何個ついたんでしょうかと、ここなんですよ、はい、問題点は。そうなんですよね、はい、ということでこの問題
まあ、正直言うとですね、これで入試出たら激難もんやと思います、うん、激難もんやと思いますけど、10段階評価キムマスランいくつでしょう。6。あ、星6ということでですね、はい、これはどうですか、これ解けるんすか受験生。どうですかね、まあでもカッコ1はやっぱ解いてほしいですよね、まあ、さカッコ1は解いてほしいのはわかる、でカッコ2も、うん、まあ最後まで言うから難しくても分点ぐらいは多分取れる。そうね、それはそうかも。で、カッコ3は過去に使えばいいだけなんで、はいはい、これも取れそうですよね。確かに。ってこと考えると、そんなになんか俺じゃ4時間かかったのに4時間かかったのに俺4時間かかったのにだったんですけど、うん、まあ、そんなにそのなんか憧れたのではないかなって。いやまあわかるわかる。いや俺も結構ハマってしまった感があって、はい、ずっと同じところをぐるぐるしたりしてたところがあったんで、まあ、それは確かにあるかもしれないけど、正確にこれを時間内に合わすというのは至難なんじゃないかなというのが僕の所感です、はい、あとですね、はい、何ですか。あと普通に、はい、なんか出てくる式、その電画さんがさ1カッコ1でやった、はいはいはい、NCR の2乗が、あ、2乗が 2NCN になるというとか、はい、この何ですか N の N 乗分の N の階乗のこの、はい、なんですか極限とか極限とか、はい、結構なんかその数学的に大事な要素が詰まったなと思ったんで、なるほどなるほど、ちょっと重要度プラスして星6フェス限、星6フェス限、おーフェス限ですか。これ闇カーリーですね。これ闇カーリーですか、はい、いつの時代今パズルやってるやつ全然興味ないの闇カーリーとか、はい、まあ、ということでですね、あの解けなくはない問題ではあると思いますので、うん、ぜひ皆さんね、あのまあ一発で合わせられなくてもこれを合わせた経験があるかないかは結構でかい差なんで、はい、まあ、ぜひ皆さんね、家帰ってっていうか、あのたまにいるんですよ、京大の文化祭行った時も言いました、はい、電眼さんのやつサムネ見てまず1時間2時間検討した上で動画を見てるという、はい、意識がそういう人もいるらしいんで、ぜひそういう人もね、ぜひあの全てを合わせた上でやってみてください、はい、ということで本日の日常お願いします。ありがとうございました。